エホムフル E003 ミニカメラ、サクッとレビュー。Amazon でお手軽に買えるスパイカメラです。120度広角レンズによる 1080p30fps 撮影が可能です。カメラ背面にマグネット、暗視機能や胴体検知機能もあり、セキュリティカメラとしても役立ちそうです。開けて中を確認してみましょう。ミニカメラ本体3センチ角よりもさらに小さいですね。トップに電源、シャッターボタンとモード切り替えボタン、ストラップを通す穴、ボトムには充電用 USB ソケットと SD カード、シンプルな形状です。背面の丸いところにマグネットが仕込まれているみたいですね。収められているスポンジがギチギチで取り出しに苦労しています。輸送の衝撃を思えばこれくらいじゃないと安心できないのでは。マグネットブラケット、金属製でかなりずっしりしています。ダッシュボードなどに貼り付けて固定する使い方のようです。ああ、壊しちゃってるじゃないですか。大丈夫、背面のパネルはパチンとはめ込む仕組みになっていました。ここでレビュー終了とかシャレになりませんから、取り扱いに注意してくださいよ。さらに箱の下にいろいろ入ってます。 USB ケーブル、充電用ですね。マニュアルにはウェブカメラとして使えるかは書いていません。カードリーダー、 SD カードは別途用意する必要があります。カメラレンズクロス、ストラップ、リセットピン、サポートカード、日本語マニュアル、重さはマニュアル記載通り 25g。 基本操作、電源ボタンを5秒間長押しすると起動します。 SD カードが入っていないと LED が点滅して終了します。SD カードは押し込むとパチンという手応えがあり、もう一度押し込むと飛び出してきます。電源ボタンを長押し5秒で起動、これがビデオスタンバイモードですね。写真モードへの切り替えはモードボタンを押します。起動後は電源ボタンがシャッターボタンとなります。写真はフォトフォルダーに保存されます。イメージのピクセル数が多いですね。動画のブレ補正に期待が持てるんじゃないでしょうか。モードを切り替えて動画の録画を、赤みが強くフォーカスも甘い印象を受けますが、この価格帯でここまでのクオリティは十分納得できます。動画は AVI ファイルですね。プロパティを確認するときっちり 30fps です。モーション JPEG なのも編集しやすくて良いでしょうか。電源ボタンを長押し2秒で赤外線発射、もう一度2秒押すと赤外線の発射をやめます。3秒以上電源ボタンを押すと電源オフなので、タイミングが難しいと感じるかもしれません。赤外線のオンオフは録画中でも待機中でも設定可能です。映像を比較してみましたが、カメラ側は通常撮影のままのようで、特に赤外線をオンにしたからといって絞りが変わるとかそういうものではないみたいです。赤外線がオンになるときは青 LED がゆっくり点滅、オフになるときは細かく点滅ということですね。手持ち撮影、無造作に手で持って歩いてみました。もっとひどくブレてしまうかと思っていましたが、一応デジタルブレ補正も入っている気がします。個体差でしょうか。右側のピントが甘いですね。レンズ品質が少し残念ですが、私の経験から察するにこれは当たり外れがあるんだと思います。夜になったので暗視カメラの具合を検証。赤外線をオン、
赤外線オフ。どちらも変わり映えしませんが、肉眼で見るよりもかなり映像ははっきりわかるくらいの感動を持っているようです。真っ暗闇ではどうでしょうか。赤外線をオン。さすがにここまで暗闇ですとダメですね。ただ車載カメラとして考えた場合、ヘッドライトで照らしますから、先ほどの映像を見ればわかるように十分実用性はあると思います。赤外線オフ。ではダッシュカムとしてはどうかを見てみましょう。取り付けは至って簡単。ブラケットを接着固定するだけです。路面はそんなに良いわけでもない田舎道、路面も結構ボコボコです。乗ってる車もポンコツですから、振動は普通の車よりもひどいですよね。でもカメラ映像にはそれが伝わってないみたいですよ。どうやら価格以上に優れた振動補正機能が備わっているのかも。静止画の解像度が高かったのはやはりこの性能を備えているからでしょうか。何はともあれ結果が優秀なのは良いことだと思います。この動画を編集しながら確かめてみましたが、 USB でカメラと PC を接続するとウェブカメラとしては認識されず、外部ストレージとして認識されます。 SD カードリーダーが手元になかった場合は直接 PC と接続すれば OK ですね。しかしさすがクソ田舎ですね。歩いている人が誰もいないじゃないですか。車の往来もあまりないみたいですよ。天候も良くありませんから、インスタ映え狙うのも微妙ですね。ああ、雨も降ってきましたか。何かドローンにくくりつけて飛ばす作戦も考えていましたが、それはまた後日となりますね。タイムスタンプは SD カード内に生成されるタイムテキストファイルを修正することで設定可能です。デフォルトの値は2017年6月12日23時59分59秒となっています。最後に RYON にすればタイムスタンプを表示させなくできます。ただ何かの弾みでこのファイルがデフォルトに戻ります。私は表示させたくなかったのですが、こうしてまた表示されているのが不思議です。不具合は普段の行いだと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。